こんにちはレックセン講師林雄二です今日は IT コンサルタントが開設情報セキュリティマネジメント試験学習ガイダンスということで情報セキュリティマネジメントについてお話をしてまいります。 まずはじめに私の自己紹介ですけれども、私林、林雄二レック東京リーガルマインドの講師をさせていただいておりますが、他に中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士、情報処理安全確保支援士など、ですね現在300以上の資格を保有して、またどんどんですね数増やしているという最中ですね、まああの,の時点だとちなみにですね323、3まあ、日々増えているという感じなんですけれども、これ、分あの皆さんご覧になるときにはまた増えているかもしれませんが、 情報処理ですね技術者試験につきましてはほぼ全部の科目に合格をしておりましてシステム監査技術者 IT ストラテジスト難しいと言われる 分にもですね合格しておりまして、まあ、こちらももちろんですね、セキュリティマネジメントも持っております。はい、そんな私の方で解説、まあ、講師も実際にですね私の方でカリキュラムお話をしておりますが、その講座について本日ね、ご紹介をしてまいります。まあ、この動画でまず分かることですが、情報セキュリティマネジメントがどんな資格か、そして試験の概要、そしてこれを取るべき資格なのかどうかというところと合格のつかみ方、まあ、実際にですね、合格を。 つかむまでのまポイントというところもお話をしていければと思っています。情報セキュリティマネジメントってどんな試験というところからまず参りますけれども、ま情報セキュリティマネジメントこれですね。IT がま広く社会に普及していますよね。でこの中で業種職種を問わず、ま組織 ま、これはあの会社がね。多いかもしれませんが、会社とか学校とかそれ以外の団体とかま、どんな場所でもですね。ま多くの人が集まって仕事をするというのはよくあることですが、まそこにとって情報セキュリティを確保する。これは大きなですね課題に今なっております。ここで求められるのが情報セキュリティマネジメントということになります。 そしてこの情報セキュリティマネジメント試験ですけれども、かっこ SG ということで、まあ、略称が情報処理技術者試験、どれもついているんですけれども、これはです、ね、情報セキュリティマネジメントという、まあ、セキュリティについての PDCA をです、ね、こう回していく、計画運用、評価改善ですね、これを通して組織の情報セキュリティを確保する、これに貢献し、脅威、外からやってくる怖いものとか、ね、ありますよね、そういったものから継続的に組織を学 守るるための基本的なスキルを認定する試験とということでセキュリティーとついてますのでこれ難しいんじゃないかというイメージあると思うんですけれども実はこのさらに上にですね情報処理安全確保支援士などというですね専門的なセキュリティの資格がありますのでその一歩手前現場のリーダー的な方ですかねそういった方を思い浮かべていただけるといいかなと思います。業種職種職をを問わず情報セキュリティを確保する が大きな課題になっていますのでそれを引っ張っていくリーダーになっていただけるという方がこの情報セキュリティマネジメントが想定している像ということになります。 でこの情報処理技術者試験というね大きな試験の中に情報セキュリティマネジメントいるわけなんですけれどもこれ全体像としてどういったことになっているかということなんですが大きくですね位置づけとしては情報セキュリティマネジメント試験右左下のここのところにありますねこれが情報セキュリティマネジメント試験なんですけれどもこれ上に行くとですねどん,どん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 こう 難しいものというか、専門的な高度なものになっていくんですけれども、セキュリティマネジメント試験は比較的利用者側の試験ですので、あまりですね、専門的な IT の専門家向けの試験というわけではなくて、一般の方々に広くです、ね、向けたものになっております。その中でも特に最初に位置づけられるのは、この、ね、IT パスポートという。 のがありますけれども、まあ、これは例えば大学生とかですね、まあ、就職に向けてお取りになる方も多いような、まあ、さらに基礎的な部分ということになりまして、まあ、ここのステップアップ版という感じですかね情報セキュリティに少しフォーカスをして。 あくまでもご利用者側ということで変なです、ね、あ,のあまりマニアックな知識ということではなくて知っておいて、まあ、役に立つ内容ということになっています。これが情報セキュリティマネジメントの位置づけですね。そして、まあ、この試験の概要なんですけれども情報セキュリティマネジメント試験ですね。あのこれまでも、 あの比較的新しい区分ではあるんですけれどもこれまでもですね開催をしておりましたが令和5年度からですね通年開催という形になる予定になってまして今までは春と秋のタイミングがね決まってたんですけれども通年好きなタイミングで受けられるようにまあなりそうというところとあとですねこれまでは午前試験午後試験という2つ試験を受ける必要がありました。これがですね1つの 試験になりまして科目 A B ということでまあ、まとめて2時間のね試験になります試験範囲に変更はないんですけれどもじゃあこれ難しくなるのか簡単になるのかといいますと2つ受けなきゃいけなかった でそれぞれぞ合格しななきゃいけなかったのが1つで済みますまとめて120分で済みますので、まあ、受験の負担という観点でもあの受けやすさという観点でも非常に受けやすくなる、まあ、あの同じ中身同じ名前で中身がですねちょっとこう変わったことによって受けやすく取りやすくなるということで非常にです、ね、あのいいタイミングだと思います、えー、合格率約これまでの実績で50%半分の方ね、えー、合格いたします、まあ、あの適切にあの学習すればですね十分に合格狙えるこの 半分合格というのはもう全部の中での半分ですのでもう学習が不十分な方とかとりあえず行ってみたという方も入れて半分ですので例えばこういった講座とか受けていただいた方というのは、まあ、ほぼそれは大丈夫なんじゃないかというような合格率ですのでこれは安心していただいていいと思います。 この試験の時期なんですけれども、従来春と秋、タイミングが決まっていましたが、令和5年度から CBT というね、最近こうコロナ禍になった以降、あの流行っておりますけれども、コンピューターでこうテストセンターみたいなところに行って、でこう、なんかパーテーションとかあって、そこでこうパチパチ、コンピューターのパソコンの前で受けるですね、CBT 方式というものになりまして、通年の実験が可能になる予定ですね。でさらにまあその先ですけれども IBT というのも最近、徐々に増えてまして、自宅とかからでまああのカメラがあったりとかして、こう、不正してないですよというようなチェックをしたりしながら、家でですね、受けられる、こんな形にもなっていく可能性があるということになっております。それはあのちょっとね先になりますけども 試験の出題範囲としましては科目 A、B というのがありまして科目 A がどっちかというと知識みたいなところを問います。で科目 A の出題範囲としてはもちろんあの情報セキュリティマネジメントというぐらいですからね、セキュリティに関することセキュリティってそもそも何なんだっけというのを知ってるようで、ね、なかなか難しいですけれどもそういったセキュリティとは何かといったところから、まあ、あの近年よく聞くサイバー攻撃の手法とかです、ね、でじゃあそれにどう対応していけばいいのか。と、 というようなあの管理対策といったところもやりますしまたですねあのセキュリティというとこうパソコンのね IT のところだけ考えちゃうかもしれないんですが、まあ、あの法律とかですねそういった分野もあの実は関わってきますのでえ決してですねあの IT に詳しくないとだめというところではなくてあのバランスよくです、ね、あの学習していくこと必要になりますでまたあのマネジメントテクノロジーストラテジーということでえこう 企業の活動とかですそういったところにも話が及びますので別にセキュリティに絞りつつも中心はセキュリティに絞りつつもその周辺の領域も幅広く学習していきますのでさまざ、あ、まな方に役立つ内容ということになっております。そして出題内容ですね、まあ、重点分野と関連というところでも大きく2つ分かれるんですけれどもあのこの中でこうね配点が決まっていたとかあのページが変わると テーマが変わるとかそういうわけじゃなくて全部こっちゃになって、ね、出ますので、まあ、この辺はあのバランスよくあのやっていただければというところですね、まあ、あの IT に関するところから関しないところまであの幅広くやる必要がありますので、まあ、あのテキストでねご自身で学ぶ方もあのいますけれども結構ですねあの分量がありますのであの講座とかで聞いていただけると効率よく勉強できると思います。そししてて試験の出題範囲としてはもう1つ 科目 B というのがあります A は知識編じゃあ B は何かと言いますとこれはですね具体的なあのケースワークみたいな、ね、ものですねこうある程度文章が「だ」とか言って「こんな会社ですこう,こ,うこういうことに困っていますでこんなこと起きちゃいましたで原因どれか」みたいなですねそういった問題が出てきます。あの これもですねあの事例的なものではありますが別にあの実際に関わっていないとわからないようなものすごく難しいものではなくてちゃんとですね一定の答えに行き着くように文章の中にですねヒントがありますのであの何だったらもう午前、従来の科目,午前ですね科目 A よりも答えやすいぐらいですねちゃんとヒントの文章に載っています文章題というところですのでしっかり読めばわかる問題になっています。試験問題題と出題の形式ですが、 これ科目 A と B 合わせて120分ということで2時間の試験ですね、まあ、これは従来よりも受けやすくなっています5年試験5個試験別々に、ね、申し込んで,で2つ試験受けなきゃいけなかった両方でそれぞれ受かるというのが必要だったんですがこれまとめて120分でまとめて1000点この中で6割取れば合格ということになっていますあの6割の、ね、合格基準っていろんな資格試験の中では比較的、ね、低い方だと思いますねで あの科目 b はちょっと選択肢の数があの4択というわけで決まってるわけじゃないんですが、あの科目 a の方ですと4択ですねえ。4択で48問ということになってます。で、まあ、あの4択の試験で6割と言いますと、例えば半分が半分ぐらいできればですね。もう半分ぐらいのうちはある程度こう。 ここれかなこれかか2択とかですね、まあ、そんな感じでも合計6割にはこれ達するんですね。えー、自分の中で半分ぐらいまあ分かっていれば難しい分野もね確かにあるけれども、まあ、そこは置いといてある程度半分ぐらい分かったかなということになればあの選択式ですので、あの6割十分にね目指すことができるという試験になっております。まあ、合計ですねああの60問あの 事例の問題ね科目 B が12問ってこんなにあるのかと思うかもしれませんがあの従来はとても長い文章題だったんですね何ページも及ぶような文章題だったので、えー、ちょっとそういうふうに従来の試験ご存知の方はね思うかもしれませんが非常に短くなってます A41 枚に収まるようなまたその半分ぐらいのようなあの短い文章。 短い事例を読んで答えるということになってますのでの事例的な部分問題数はあの多いように見受けられますけれども120分で十分ね答えられる内容になってます。 で、えーまあ、受験の方法ですね、まあ、これ、あの受験しやすい CBT の試験ということで、これ最初の方はですね紙ベースで春と秋やってたんですけれども、まあ、これが途中から変わりまして、CBT で春と秋というあのタイミングを決めてやっていたものが、まあ、さらにですねあの好きなタイミングで CBT で受けられるということで、まあ、どん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 。 方向性とししてて取りやすくしているんでさ、ね、まざ、あ、まな方に取っていただきたいというのがありましてどんどん取りやすくなっている試験ですのであの、まあ、いいタイミングということは言えるかなと思います。であのもしですね CBT じゃなくてということで特別にねあのこう紙で受けられたいという方の場合は筆記試験での対応もしてもらえるということになっております。 またあの受受験験資格としてはこれはの特にね誰でも受験でもきますでますたあの情報処理技術者試験他の区分も特別受験資格はないんですがやはりあの難しい試験になりますとその前提としてある程度のね知識があることというのが暗黙の了解になっちゃうんですけれどもあの IT パスポートとか情報セキュリティマネジメントはいきなり受けても全く問題ないという内容にもなっております。 こちらね取るべき資格かどうかということ、大事なところだと思いますが、これはあの IT 系の業界に限らず、すべての,あの場所で生かすことができる内容になっています。この先のですね情報処理技術者になってきますと、ある程度、IT に関するこうちょっと深いことになりますので、IT によったねお仕事でないと生かせないかもしれませんが、セキュリティマネジメントは現場の方で、IT パスポートよりもさらに ちょっと上のですねリーダー的なこう引っ張っていけるような方というところですので実際にねこう役立てていただきたいという内容になっております。特にですねこんな方におすすめということであれば情報セキュリティについてスキルを身につけたいという方はもちろんですけれども個人情報とかですねそういったことの情報という情報セキュリティですね とと言いますとまあ紙のね情報とかノウハウとかそういったものも含まれるんですけれどもあの情報をね取り扱う方ということにもおすすめですしあとは、委託先ね外部の委託先なんかもちゃんとあの確認をするというのが必要なのでそういったあのポジションにいらっしゃる方とかあとは IT パスポートを受けたんだけれどもこの先ステップアップしていきたいなという方にもおすすめできる内容になっております。 このようにですね、この先、情報セキュリティマネジメントの先については、例えば基本情報技術者応用、IT 系のさらに高度な試験ですね、最終的にはセキュリティに詳しい情報処理安全確保支援士とか、あとは IT ストラテジストといってですね、IT コンサルタントの資格ですね、こういったところにもつながっていく基礎ですね。基礎でありりながら IT パスポートよりも、 少しです、ね、詳しい内容で、まあ、この先につなげていくきっかけにしていただけると思います。また、IT コーディネーターとか中小企業診断士とかですね、この辺にもつなげていける内容ですね。はいまあ、講座のポイントといたしましては、短いあの1つのです、ね、動画がです、ね、20分ぐらいまでに収めてますので、あの学習しやすい短時間の動画形式になっております。まあ、あの隙間時間で、ね、学んでいただけるということです。またあの 非常にですねあの分かりやすくてあのよく実際にですねあの売れているインプレッシャーのテキストを使用しております。また、これらを組み合わせてまあ私の方がですねまあ実際にセキュリティマネジメントも持っておりますが安全確保支援士とか中小企業支援士とかまああの幅広くねお仕事させていただいておりますのでまあなるべくあの身近なテーマにですね置き換えて 分かりりやすすく解説をさせてていいただいております特に出やすいキーワード出にくいキーワードずっとですね情報処理技術者試験受けてますのでどういうものが出るのか出ないのかまた科目 B 事例的なものですね苦手な方多いんですがこれもですねやり方があります効率のいいやり方。 これもですねご紹介をしておりますし CBT でね受ける上でのポイントといったところもお話をしておりますのでま効率的に学んでいただけるというのがポイントです。同じ試験でもですねまあ効率よく合格するためにはどういうふうに学習するかというところが非常に大事になってきますのでまあの自分で受けてお取りになったという方も周りにはねたくさんいるかもしれませんけれどもまあのより合格に スムーズにえ短時間でいけるというところで、ま講座のご受講も検討していただければと思います。はい、え本日は情報セキュリティマネジメント試験についてえレクセニコシ林がお話をいたしました。ありがとうございました。